はい、こんにちは。今回もね、こちらですよ。お菓子ではありませんね。これあのセリアでね、あったんですが、あら、すごいなんかいい匂いがしたんですよね。一緒に袋からいい匂いがしましたけども、ミッフィーミッフィー一緒に遊びましょうってやつですね。ミッフィーちゃんです。私ミッフィーちゃん好きでね、あのミッフィーちゃんのあの、なんていうんですかね、こうガラ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 しく旅行バッグをね、持ってるんですが、そのミッフィーちゃんの旅行バッグはですね、2000円ぐらいでしたかね。安かったんですね。2000円にしちゃうのこれ安いと思ってですね、それであの、ミッフィーちゃんの旅行バッグでちゃんとよくできてましたね。あの革でできてて非常に丈夫なんですね。ただあれちょっと濡らしてしまうとね、もったいないかなと思うんですが、まあ革製で中もちゃんと、まあ、多少少しちょっと汚れがねどうしてもあったんですが、まあそれを除けば非常にですね綺麗な状況だったんですよ。でそれ気に入って買ってよかったなと思ってね、まあ旅行だけに限らずちょっと誰かと会いに行ったりするときなんかああいうのを持っていったらねいいなっていう感じであったんですが、まあ非常に、あれは気に入っているものだったんですが、セリアに行った時にですね、ミッフィーちゃんのこういうものが売ってるんだなって初めて知ってですね。ただこれ100円ですかっていうのはもったいないですね。これ価値ついてもいいと思いますよ。300円ぐらいでね売ってもいいんじゃないかなってある意味思います。これ100円なんてもったいないですよみたいな感じなんですが、ミッフィーちゃんですよこれね。なかなかこのミッフィーちゃんのね、こういうサイズの人形っていうのはなかなか探すとないんですよね。で、やっぱりちょっとやっと見つけたと思っても、ちょうどこれぐらいの大きさですと大体1000円ぐらいしたりとか、800円とか、結構するんですよ。ね、結構するんですよ、こういうやつって。ところがこれ、いくらですか ?100 円ですよ。ね、これ仮に300円ですよって売られててもですね、安いなと思うんですが、もう本当びっくり価格ですよ。ね。もうびっくりドンキーのほぼですね、びっくりするぐらいですよ。ね。あの、ドンペン君ですらですね、ドンペンちゃんが、ドンペンちゃんでっかな。ドンペンちゃんのドンキーにドンペンちゃんですらね、あの、マジカカードを送りたくなる。これはびっくりするぐらいですよ。で、これ、この出来ですからね。やっぱりセリアは違うわ。やっぱりセリアはね、あの、ダイソーとはやっぱ違いますね。ダイソーはね、なんか、おしゃれなように感じるんだけど、あんまり、なんていうんだろうな、おしゃれっていうより実用ですみたいな感じが強くて、それに比べてセリアはやっぱり、まあ、女の子向けっていうか女性向けっていうものを、女性のお客様向けというものをやっぱり熱心に考えてらっしゃるわけあって、すごいねやっぱり綺麗でですね、その素敵なあのおしゃれなものがあるんですね。ですからやっぱセリアは私、女の人ではないんですが、やっぱセリアは男ですが、やっぱ気に入ってるんですよ。ですからやっぱセリアはいいなと思います。で、そのセリアで売ってたのがこの、なんですか。これはね、今はまだ手に入るかなと思うんですが、例えばセリアが近くないところなんかはね、まあ、どっかで買って、オークションとかそういったところで買うしかほぼないかなというふうに思いますけども、ただセリアって場所によってはね、あるところって全くないところがあって、例えば都心の方でも近くに、都心にいてもセリアが近くにないですというところもあるみたいなんですよ。ですからそういったところなんかもなかなかこう、そういったところにやっぱり特色を出してるんで、やっぱりこれが、そんな100円ショップなんて、とんでもないぐらいな値段なんで、こういうところが非常にいいなっていう感じですね。でそのなんかこれ袋から出した時一瞬ちょっとお香の香りっていうかいい匂いがしたんですけどもね、あのこのなんていうんですかね、ミッフィーちゃんの、いいですね、このちょうどこのくらいのサイズあたりがやっぱりかわいらしくてね、非常にいいなと思って、ピンクのね桜色みたいな感じの、服を着ててかわいらしいですよ。ミッフィーちゃんはね、こういうもの私ね集めるのとあの好きなんですよ。よくおばさんとかね、あの姉ちゃんとかに言われましたよね、あんたこういう厚めの、こういう夏目の好きだよねとか言われてね、こういう夏目の得意だよねとか言われたんですけども、それを言われた女性の人にそれがあったらもう嬉しくてしょうがなくてですね、そうなのよみたいな感じで言いそうになったんですけどね、これ、使用のやっぱり得意なんですよ、こういうの。男なんですけど、やっぱりこういうのを集めるのが、ね、得意だねって言われるぐらいですね、女の人が得意だねって言われるぐらいね、やっぱりね、
こういう夏目が好きなんですよ。ですからね、こういうおしゃれなものっていうのはね、決しておしゃれなものはイコール高いっていうイメージがあるんですが、まあ確かに物によっては高いのがありますよ。物によっては高いものもあるんだけど、意外とお手軽な価格で買えたりするんですよ。例えばこういうふうに100円で買えたりとか、まあ800円とか1000円って言っても、まあ、物によっては高いっていうものもあるんですが、ただ全体的に見た場合は、まあ、例えばこれが800円ぐらいで売ってた、1000円ぐらいで売ってたとしても、まあ、ちょっとこう背伸びするような感じにはなりますけども、でもそれでもまあ全体としては、まあ、妥当のお値段であるし、むしろちょっとお安めかなっていう感じではありますよね。なのでそういったものが探しってないんですよ。しかしこのぐらいのサイズに合わせて、こういうちっちゃいものってね、今ちっちゃいものって小物って非常に人気があるんですけど、やっぱこういうものってのはやっぱりね、小物はね探すとね、意外とたくさんいそうでなかなかいないんですよ。だからそういったところがね、なかなか見つけるのが難しいところかなと思うんですが、まあもちろんぬいぐるみなんかも持ってますけどね、ぬいぐるみなんかはやっぱりいいんですが、こういうふうな、ものもですね、ちょこんとこういうふうな車の、例えばダッシュボードに、まあダッシュボードにちょっと置いたらね、日焼けした時にちょっとかわいそうかなと思うんですけど、まあ、なんていうんですかね、部屋の中に飾ったりとか、ね、最近だとトイレの方にね、トイレにもほら飾れるようになってる家なんかもあるから、まあそういったところに飾ったりとか、そういったところなんかも非常に、そういったところというか、そういうふうに使っていただけるというのもなかなかね、味わいがあって、インドではないかなというふうにはね、思う。非常に可愛らしいですね。どうもありがとうございます。